愛知県立刈谷東高等学校は愛知県刈谷市にある県立の高等学校。全日制普通科はなく、定時制と通信制の二つの教育課程がある。通信制課程は三河地区唯一で、分校制度はなく本校でスクーリングを受講する。定時制課程は創立時からの夜間定時制と昼間定時制に分かれている。夜間定時制は 1999年度に普通科が募集停止になり、2021年11月現在は機械科のみである。昼間定時制は創立時は設けられていなかったのを新設したものである。午前9時始業の A コースと午前11時始業の B コースに分かれており、2年次からは授業を6次元履修できる。全校で単位制を導入しており、学年制はない。 本校は、定時制課程は、他都県にある三部制定時制ではないが、卒業に必要な単位は、定時制、通信制とも広く認定しており、他校で得られた、他に、在籍課程と異なる課程の科目の他に、高等学校卒業程度認定試験の合格科目を卒業に必要な単位として、加算することができる。一方で、愛知県内の公立定時制他校の生徒が、 三おさむ性に必要な単位の習得のため、本校通信制の科目を履修している。ありがとうございます。